そしてかもめ楽団の皆様の指揮を取っていただくのは、今回の音楽アレンジを担当していただきました福島さんです。皆さんこちらにご注目ください。皆様こんにちは、ありがとうございます、はい、音楽プロデュースの福島節と申します。ありがとうございます、今回のかもめ楽団のアレンジを、担当させていただきました。皆さん集まっていただいてよろしくお願いします。ありがとうございます、ぜひ盛り上げて、はい、したいなと思います。どうですか福島さん、はい、今日はちょっと残念ながらこの面が着工しなかったんですが、ね、こんなにたくさんの方に来ていただきました、ありがとうございます。皆さんの声と体操で、はい、かもめに届けたいなと思います。よろしくお願いします。では早速のリハーサルを始めさせていただきますね、はい、皆様歌詞カードをご覧になっていただいていると思いますが、本番の時はできるだけ歌詞カードを見ずに手拍子などをしながら楽しんで歌っていただければと思います。歌詞の覚え方のコツですね。そうですね、はい、ハッピーバースデーカモメ、ハッピーバースデーカモメ、これからよろしく、ハッピーバースデーカモメですね。でその後ハッピーバースデーあなた、ハッピーバースデー私、ハッピーバースデー西九州、ハッピーバースデーみんなっていうのが一回し目で、これを2回繰り返します。はい、ぜひですね、ジェスチャーなども入れながら歌っていただくと覚えやすいんですが、今日はなんと福島さん、はい、スターライトの振り付けをぜひ皆様にも一緒にしていただきたいなということで、カリンさんとココアさんがちょっと振り付けを教えてくださるということで、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ皆さんちょっとご注目ください。そしたら今から振り付けをみんなでやっていきたいと思います。はい、じゃあまず右手をグーにして斜め上に2回パンチをします。ハッピーバースデーで、そしたら本当は今度は左の手をまたパンチします。ハッピーバースデーカモメ、ハッピーバースデーカモメで2回したら手を広げて、これからでこうクロスしたら回しましたから、次はカモメになった気分で手をこう斜めに右左で、大丈夫ですか。そしたら次のフレーズに行きます。次は手を左、右手をハッピーバースデーあなたで、こう左の右の方にですこう上げて、次は反対に、そしたら次はこう、こうです。みんなハッピーバースデー私を、このつながりをもう一回して、さあ、これからよろしくじゃなくてハッピーバースデー西九州とかでキラ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 したら西九州、西九州。さあもう一回カモメになります。ハッピーバースデーみんなを繰り返します。さあ一回皆さんで、ね、最初から踊ってみたいと思います。みんなも歌ってね。まあ、せーの、ハッピーバースデーカモメ、ハッピーバースデーそしてですね、今この5人の後ピオーナーのカラス東門
皆さんの表情を狙っていますのでよろしくお願いします。